オレンジの皮、驚きの紅葉。朝起きてフレッシュなオレンジジュースを飲むのが好きというあなた。素敵です。ところで、絞った後の皮、どうしてますか？ゴミに捨てているというあなた、実はとてももったいないことをしているんです。というのも、この記事を読んでいただければわかるように、私たちの健康に役立つオレンジの皮の使い方が実はたくさんあるんです。早速見ていきましょう。オレンジの皮、私たちの強い味方。オレンジといえば、美に、フレッシュ、そして体に良い栄養をたっぷりと含んだ果物です。多くの国で様々な種類のものが食され、特に健康的に1日をスタートするのに欠かせないビタミン源として多くの人が利用しています。しかし、オレンジの実はよく利用されても、皮を利用する人はなかなかいません。実は絶大な薬用効果を無視してしまっているんです。一体どのようなものなのでしょう。コレステロールを下げる。オレンジの皮にはヘスペリジンが含まれています。ヘスペリジンはフラボノイドの一種で、血中の脂質を代謝して排出するのを助けてくれます。オレンジの皮のヘスペリジン含有量は、実に含まれる量を 20% 上回ります。ですから、コレステロール対策には最適なのです。善玉腸内細菌を守る食物繊維。オレンジの皮には、ペクチンが含まれています。ご存知の方も多いかもしれませんが、これは様々な胃腸のトラブルから守ってくれる食物繊維で、血糖値を正常な値にも保ってくれます。さらに、腸内細菌を守って消化を助け、便秘の解消にもなる良性のバクテリアを含んでいます。感染症対策。さらに、オレンジの皮には、様々な感染症から守ってくれる成分が、実そのものよりも多く含まれています。ビタミン量が非常に高く、免疫力を高めて、風邪などから守ってくれます。いいことずくめなんです。減量を助ける。驚きましたか？今日からオレンジの皮が減量の強い味方だということをよく覚えておきましょう。オレンジの皮を使ったお茶を飲むと代謝を助けて体の脂肪を排出し、さらに体に活力も与えてくれます。朝食前に1杯と午後に1杯、1日2杯このお茶を飲みましょう。オレンジの皮、どうやって使ったらいいの？ここまで読んだからには、じゃあどうやってオレンジの皮を使えばその効果を得られるの？と疑問に思う方が多いでしょう。一つとても一般的な利用方法がマーマレードです。とても美味しく、独特の香りをデザートにプラスしてくれます。しかしもちろん、砂糖の量が非常に多く、その自然健康効果も失われるものが多く、あまりおすすめできません。一番簡単。健康的で最適な使い方がオレンジピールティーです。
作り方は簡単。このお茶を1日に2回飲むのが理想的です。それによって消化システムを守り、コレステロールを減らして免疫力を高めることができます。朝と午後、1カップの水を2日します。これにオレンジの皮をすりますが、大さじ1杯半ば程度の量で十分です。10分間2日した後、さらに5分間休ませます。冬にはこれに小さじ1杯の蜂蜜を加えても良いでしょう。夏は氷とシナモンを入れて、すっきりと飲むことができます。抜群の美味しさです。